獅子頭っていうもみじなんですけど、あの取り木で、これもやっぱりね、これからもこういうふうに取り木で取ろうとは思ってたんですけどね、うん、あのちょっとこう鉢を小さくして本当の回すよ、うん、そこからみんな取り木で取ったんだ、うん、取り木とか挿し木でね、私ね年から年中挿し木やるからね、うん、こういうとこ落とすんですよ、これこれ、それからこれこういうとこパッチン、まだ小さいうちからね剪定してきれいに作った木ではないんだけど、とにかく親木として役割を大体終わったんですよ、これ親木と親の役割大体終わったんだけど、このぐらいのところで切っておきましょう。こういう感じね、こういう感じです。こういう感じでね、切り口も見えないでしょ。よし、これは抜きます、はい、これ相当これに入ってんだよね、うん、何年も根は相当張ってるはずだ。おー元気、おー小雪です。これ獅子頭ってね、なかなかつかないけどね、一回ついちまったらね、うん、俺はやっぱり狂犬種だからね、あそうすごくあれですよ、あの育ちがいがある木だよ。あのなんていうの、 大きくあんまり徒長しないしね、うん、で葉もねあの小さくできるでしょ、うん、そしてさ秋口になったらそれなりの綺麗なね、あの土質によるんだけど紅葉したり、うん、ちょっとあの焦げ茶色になったようないろんな紅葉するんですよ。これね元気でしょ。これはね意外と狂犬種なんでね、赤地よりなんかオレンジっぽい、オレンジっぽい、いやそれもね一概に言えないんだよね、あその年の気候によるし、うん、この根の生育具合によるんだよ、うん、これ大きくなれ大きくなれってさ鉢でっかくしたけどね、うん、その割にならんかったね、うん、これ本当に枝の走る木じゃないからね、成長遅いんだ、遅いんだよ、それでまた希少価値があるんだ、うん、だけど伸び出したら早いんだよ、うん、これだけこれこうやって根出んだから、そうだね、ね、だけどもっと根がいっぱいになってると思ったらそうでもないもんだね、うん、こんなほぐすのに相当力いるかと思ったらそうでもないわ、うん、そうだね、もっとギリギリに回ってると思ったけど、あ、白く伸びてるのはもういいな、こういうとこからあんまり吸わないのさ、うん、この先から吸うわけです、なるほど、ね、だから切ってこういうのをたくさん出さなきゃなんないんだよ、うん、だからこうやっていつまでも置いてもねなかなか出てこないから、たまにこうやってね植え替えて新しく根を切ってやると、うん、この白いとこがまた新しくね、うん、バカバカしい根がたくさん出るわけさ。だからね、こんな暑い真夏に向かってやってるけどね、うん、北海道はね真夏ったってさ、そんな30度なんてさなることめったにないわけでしょ、うん、でちょっと日よけしとけばさ25、6度かそこらでね過ごすでしょ。だからねそういうんでね年から年中こうやらなきゃなんない時期にやらなきゃなんないんだけど、少し時期ずれてもね、うん、多少の設備があれば、うん、ちょっと
風当てねえとかさ、直射日光防げばね、全然差し支えないんですよ。こんなんではさ、こういうのここでいくんですよ。こうダイナミックにこう、こういう感じ。これ木こんなに切ってるけどね、これ上も切られてるからさ、この木はあれだよ、あのちょうどなんて言うんだよ、下から養分送んなくていいわけさ、でこうやってバツバツ切って、致命傷になってないわけさ、まだこれね、これ上がっぱり茂らしておいて、下こんなに切ったらね、バランス崩れるでしょ、じゃあ五輪樹、これはさ五輪樹までいかないけど、次を出てくるのがすごい遅い、で北海道すぐ秋になっちゃうから、これ一番最初の根がここにあるの、これ、これほぐしてないんだよ、固まったまんまこう植え替えてるわけさ、ちょっとほぐして植え替えればこういう風にならないんだけど、鉢を大きくするときそのまんまスポーンとねほぐさないで植えると、こうやってやっぱりこれ強権種だからね、これいいけど弱い木だったらこういうとこ腐っていくんだよね、ここに水入らないから、切るのも長いのもあるけど、このほぐして傷ついてから切るんでしょ。ああ、それそうもあるよ、長いのはもちろん切るけど、あのこうやってほぐしてこういじくり回してとこ傷だらけだから、それもスカッとね切っとかないと、だからなるべくこうやって伸ばしてね、こう伸ばして、なるべく伸ばしてスカッとこう切るわけ。あの土だけ取ったら、あの折りたたんだら根っこ入る場合あるじゃん。あるよ。そういう時でも切った方がいいんでしょ。ああ、そう、切る切る、なるべく折りたたんで入れるってね、他に根がなくて、その根が大事に働く根だったら、それはダメだよ、ちゃんと折りたたんで入れないと、だけどたくさんあるのにね、長い根を大事にしておく必要ない、なるほどね。これたくさんあるのにこういう根こうやって大事にしておくことないわけ、それから上にね、これ粘りがね、変に粘れてるでしょ、これ見つけたらすぐね、もうすぐこういうの取っといて、ちゃんと粘りを見せておかないと、若いうちにやらないと大きくなってからね、粘りなんかこんな直せないんだわ、こういう粘りはこれね、良くなるんですよ、こうやってね、こういうのは置いとくけどさ、こんな土の中に入っちゃうのはいいけど、こう上の粘り出したいときはやっぱりこう細いやつでもね、ちょっと残しておくとね、これ太陽当たるとこれ太る早いの、これなんか粘りこう出てくるといいでしょ、こっちはもう粘り出てるでしょ、これこうやってこれと、あとこの辺も出てくればいいけど、まあちょっとこれ土の中入れたら、まあ、これも粘りになるでしょうね、だからこういうふうにしてこっちもあれば四方にきれいに粘り出るから、将来のことちょっと考えて切ろうかなと思うけどね、まあ、これはダメだね、ちょっと粘りにはちょっと下すぎるから、こういうのは粘りになりやすいのさ、いいでしょう、ここね、ちょっとこういうのさ、かすかにちょっとこう土で出しておけば、それでこういうふうにしてそこをこれ抜くの、こうやって今までみんなついてたけど、昔からの亡霊も全部取っちゃうので、こうやって穴開けちゃうんですよ、でもこうやって穴開けて穴の中もこうやって取っておく、ただこれトングロ巻いてるだけだから土が、あの根はただ鉢を大きくしただけだからね、栽培するためにやってるだけだから、今度はそうでないからね、今度は一応こう、今度はこう綺麗な観賞用なにしたいんで、これだけ抜くんですよ、こういう感じでね、ちょうどね、この底を取ったでしょ、この分だけそこに盛り上げておいてね、それで
この針金はこの粘りの下を通すのでね、こういう感じなんですよ。ちょっと確かめてこうやっておいてね、これは最終的にこうねじ込むんでね、もうちょっと、最終的にこういう感じですね。これはこちらからこう通すでしょ、こちらからこう通す、こう通す、こういう感じね。こう通したらこう入れて、これでグリ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 っとこうやるでしょ。でこれで大体収まったわけで、ちょっと下から押してみて、あ、うん、きちっとこう分かるの、こう網がねぷかぷかしてると、これはカチッと止まってるから OK。 こういうとこからもまた入れてやるけどね。それでここまで入るんだから土、うん、だからこれはね、ちょっと針金見えないようにこの下からこう入れてやる、こういう感じね。こうやってスッとこう入れてやる、こういう感じで、なるべく見えない方がいいでしょ。こうやってここでキュッとこう、それでこれでうちの万能バサミでバッと切るわけさ、ね、何でも切れるハサミで、ギュッと引っ張ってギュッと引っ張ってギュッと押し込む。それであまり長いと、長いってね、こういうのわざと長くするときもあるんだよね。こういう長くして、こう根がはみ出したとこにね、こう押さえる意味もするんで、こうやるときもあるんですよ。こうね、跳ね上がった根あるでしょ、そのときにちょっとこう押さえるときあるんです。でこれで一応ね、こう下地ができたんですよ。それでね、もうちょっとね、この水はけいいように周りにちょっとこう、ちょっと火山歴っていうこの粗い蝦夷砂をこう入れるんです。ね、みじんこ抜いてるけどね、うん、やっぱり触るうちに粉あるんで、うんうんうん、これ一回こういう風にするわけね。うん、みじんこ抜いてもやっぱり出てくるの、こうやって触ってるうちにね、うん、それのこの上をこうやればみんなみじんこ取れてるからさ。こうやってやるんだ。一応これで上にびっちり入れる前に、大体入ってるね、綺麗。これ竹で作った、これうちの係長の浅野さんが作ったからね、これ浅野棒って言うんだよ。浅野さん作ったらいいよ、これはなかなかアイデアとしては素晴らしい。しないでね、ねえ、これ自然木で竹で作ったんですよ。こういう感じでございます。はい、それで、あ、ここにあるじゃない。さっと濡らすと、あ、いいね、色移りいいね、うん、この土の案外いいでしょ、色移り。まあ後で外でたっぷりやりますけど、いいよ。水がきれいに引きます。はい、下からたっぷり出てきました。 OK、はい、完成。